今日の県内は気温が上がり、新潟市秋葉区では最高気温が35度以上の猛暑日となったほか、すべての地点で30度以上の真夏日となりました。こうした中、津南町では90代の男性が屋外で倒れ、死亡が確認されました。熱中症の疑いがあるということです。強い日差しが照りつけた今日の県内、新潟市東区のプールは夏休みに入った子どもたちなどでにぎわっていました。プールの中どう？気持ちいい。泳いだり波があって楽しい。冷たいけど外に出れば暑い。日中の最高気温は新潟市秋葉区で 36.1度の猛暑日に、長岡市で 34.7度、新潟市中央区で 34.6度など、すべての観測地点で30度以上の真夏日となりました。また消防によりますと、県内では今日20人が熱中症の疑いで搬送されています。このうち津南町の96歳の男性は自宅の外で倒れ、その後死亡が確認されました。環境省と気象庁は明日も県内に熱中症警戒アラートを発表し、外出をなるべく避け、エアコンなどを使い涼しい環境で過ごすよう呼びかけています。また気象台が今日発表した3ヶ月予報によりますと、8月から10月は暖かい空気に覆われやすいため、気温が高くなると予想されていて、残暑も厳しくなりそうです。